せーの、ロンゲアー。今日は4月から入学した1年生3名にインタビューしていきたいと思います。じゃあ自己紹介をお願いします。介護福祉学科1年の横山瑠奈です。作業療法学科1年の中崎春樹です。精神保健福祉学科の山田明子です。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまずはなんで本校を知ったかを聞いていきたいと思います。以前から精神障害を持った方とか発達障害、目には見えないけど何かしらの障害とかこう生きづらさを感じている人のために何かできないかっていうふうに考えていて、まあ、どんな資格とか仕事があるかって調べている中で精神保健福祉士を知りました。で、まあ、その養成校が宮崎にあるっていうことで本校を検討するようになりました。以前からそういうのに興味があったんですね。そうですね、やっぱり精神障害とか発達障害とか言葉では聞くけど、うん、ちゃんと理解できる人、うん、してる人っていうのは少ないと思っていて、自分自身もそうだなって感じることがあるので、もっと深く学んで何か手を差し伸べられるような人間になりたいなと思っていました。素晴らしいですね高校の先生の勧めや友達からのお勧めされたからです。あの校外学習で来た時に知りましたそしたら次は入学の決め手が何かあれば教えてください。まずは国家資格の合格率がすごく高いなって思って、そこはすごく魅力的でした。あとは、説明会とかオープンスクールに来た時に精神保健福祉学科の先生方のお話を聞いて、精神障害者の方への支援の熱い思いとかを聞いて、やっぱ自分もここで勉強したいなって思ったのが決め手だと思います。個別で立川先生とか大迫先生、岩見先生のお話をじっくり聞けたので、はい、ありがたかったです。自分は人に頼ってもらえる仕事を探していって、探していく中に作業療法している仕事を見つけて、先生からも高校の先生からも勧められたので作業療法士になりたいなと思って決めました。もともと自分も野球をやっていて、軟式野球もあるし、自分の好きなこともやりながら勉強ができるかなと思ったからです。なんか最初は就職しようと思ってて夢がなくて、で校外学習でここに来た時に、なんか人と関わるのが好きっていうのと社会貢献っていうか、なんか人の役に立ちたいと思って、なんかここに来たいっていうか学びたいなと思ってここを選びました。そしたら今度は入学前に何か不安なこととかありましたか？大学で全然違う専門の勉強をしてたので、たった1年で国家試験に臨めるくらいの知識が得られるのかっていう不安は、今でもあります。精神保健福祉士の分野が医療とか福祉とか、それ以外にも行政とか産業とかいろんな多岐にわたっているので、本当にいろんな分野の知識が必要だなっていうのは今でもすごく実感しているので、そこは入学前も不安だったし今も不安だし、クラスメートのみんなも大丈夫かなって
言ってます。ですね、同世代じゃなくてもそれこそ60代の方も主婦の方もいらっしゃって、そういう方も前の職場は IT 関係だったとか県庁の職員だったとか、いろんなこう分野で活躍されてきた方もいっぱいいて、そんな中でこう社会経験のない自分がなんかちょっとちっぽけに思えてきたりもするんですけど、なんかだからこそ支え合って今やっていけてる感はあります。うん、面白い。先生方がすごく丁寧に教えてくださるし、放課後もいつでも質問に来てねって言ってくださるので、そこはありがたいですし、なんかみんなクラスメートでこうチームワークみたいな感じになってて、うん、みんなで合格しようっていう雰囲気が、まあ、まだ5月ですけどあるので、そこはすごくいいかなですね。頑張れそうです。自分もともと勉強が苦手で、国家資格はとても難しいから、学校の勉強についていけるか心配でした。先生方もしっかりと分かりやすく教えてくれるので、自分の頑張りしたいからと思います。年齢層が幅広いからが友達じゃないけど、なんかコミュニケーションが難しいかなっていう心配はありました。同年代もいるから話しやすいし、年上の人とかはみんな優しいから。では次は今後の目標が何かありますか？まずは2月の国家試験合格、あとは、まあ、精神保健福祉士を取った後は医療機関とかで経験を積んで、こう精神障害を持っている方の心に寄り添えるような PSW になりたいっていうのと、留学していた経験を活かせたらいいなって思ってるので、まあ、いつになるかは分からないですけど、またヨーロッパとかに行って進んだその精神医学とか社会保障とか、その実態をまた学べたらなっていうのは希望としてはあります。野球で3割30分目指して頑張ります。いや、大手の話です。しっかりと3年間勉強して作業療法士になりたいです。今後の目標は、あの介護福祉士についてちゃんと基礎から学んで、国家資格に受かって立派な介護福祉士になることです。介護福祉士に、作業療法士に、精神保健福祉士になるぞー。